さんこんにちは、刺繍ブランド糸話の伊達です。今日もですねご覧いただいてありがとうございます。じゃん。図案はですね、正倉院文様の古い貴族の方たちが着ていた、袈裟というかお洋服の図案にありました。このブドウ柄を、私がずっと刺繍で表現したいなと思っていたこのニット模様と組み合わせた、私たちは、まあ、何のひねりもないんですけども、ブドウニット柄と呼んでまして、こちらの図案をが実際どんな風に出来上がったかっていうのを、ご紹介したいなと思ってます。このブドウニット柄に関しましては、こちらのですねワンピースとあとジャケットをですね作りたいなと思ってまして、どうしてもですね、インド刺繍で、ジャケットを作ろうと思うと、こうインド綿とかシルクとか柔らかい素材が多くて今までなかなかチャレンジできていなかったんですね。それがちょっとちらっとも見えてますけど、今回エンブロイダリーレースで、ならできるんじゃないかということで、こちらの図案をまずは実際生地にしたのを見ていただけたらなと思うんですけども、ブドウニット柄はですね、実は一番手間暇がかかってまして、その理由がなんですけども、エンブロイダリーレースっていうのは基本的には1色ずつを1回で刺繍していくものなので、これが実際の生地なんですけども、このブドウ柄とニット柄を2回に分けて、刺繍するんですね。それがですね、結構難しいというか、苦労した部分ですね。時間もかかりますし、こう刺繍がね重なるところがどうしても出てくるので、その辺を補修してもらったりするのが大変だったと、小嬢さんにはお聞きして、でもすごく可愛い柄が出来上がりました。これですね、これサンプルのまた生地なので2枚がつながった感じなんですけども、このまずグリーンの方は濃いめのグリーンの糸に、ブドウがですね、ちょっと分かりますかね、立体的に刺繍ができてまして、この一粒一粒がねすごい可愛く、出来上がっていたりします。で、黒の生地の方と2色今回作りまして、実はこの生地にも今回結構こだわっていまして、このブドウニット柄の生地はですねリサイクルウールという、わかりますかね、リサイクルウールっていうのがこういうですね、一度、使われたりとかしてリサイクルされたウールをもう一度こう組み直して、この1枚のウール生地にしてくれているので、ネップって呼ばれるちょっといろんなウールの色が入っているんですけども、これが 100% リサイクルウールなので、いろんな色が少し混じってできているというこんな感じですね、生地になってます。晴れ着のプロジェクトだったりゼロウェイストというのを、やりながら普段のものづくりから、少しでも実践できることがあるといいなというので、かつこの生地が可愛いなというのもあって、今回このブドウニット柄にはリサイクルウールの生地を、使っております。で、出来上がったお洋服なんですけども、ブドウニット柄もですね、2つお洋服の形は作りまして、こちらのジャケットとワンピースなんですけども、まずジャケットの方からいきますね。ジャケット、これまずは私が一番作りたかった形なんですけども、ちょっとこの大きめでゆったりした割とフォーマルめなウールジャケットになっています。総裏付きといって、袖まで全部裏がついていて、ウールなので割とちょっとこう生地の滑りというか上に着てもらうにはちょっと突っ張る感じがあるんですけれども、裏をつけているのでその心配もなくスルッと着れるようになってます。で、ここが一番可愛いんですけど、このですねくるみボタンに引っ掛ける部分がついてまして、全部前も開けて着てもらえるのと、ここにですねバイアスというか、ここの挟み込んで無地の生地をつけてるんですけども、これがぐるーっとここも丸くって、すごく女性らしいというかですね、ジャケットってどうしてもフォーマルになりがちで、私は本当にスーツとかを全然着ない生活なので、フォーマルジャケットっていうのがですねちょっとフォーマルすぎるなと思って抵抗があるんですけども、そういった方にもですね本当に普段着の上に少し着てもらって、ちょっとしたきちんと感出せるんだけども可愛い形がいいなと思ってこの形を作ってみました。これちょっと着てみますね。着てもらうと、私はすごく肩幅が大きくて、それがずっと悩みだったんですけども、そういった肩幅の広い方でも割と丸みがあって、可愛い感じで着てもらえるような
デザインになってます。着てみますね。こういう感じでもうほんとスルンと、ここの袖も割と広いのでスルンと入るんですけども、このタートルニットとも合うかも、可愛いですね。で、お袖はまあ着る方によって変わるんですけども、私で8分袖ぐらいの袖になってます。なので小柄な方だと10分になったりとか、まあ、あの皆さんの体型によって変わってくるかなと思うんですけども、これここがもうめちゃめちゃ可愛いなと思ってお気に入りポイントです。あの私でお尻かかるぐらいはあるので、長さ、後ろの長さは割とゆったりしております。はい、あの結構ゆったりめで作っているので、割と中に厚着してもらっても、冬のもうあのダウンジャケットとかを下に着てもらってもまだ余裕があるかなっていう感じの作りですね。はい、かわいい、こういうブドウニット柄の、ジャケットになっております。でこれもあのお色違いで黒色があるんですけども、それがこのお色の生地ですね。で、ワンピースを続けて、紹介していこうと思います。ワンピースはですね、割とこうスッと落ちるタイプの、ワンピースを作ってまして、で、裾の方に行っていただくとこんな感じで、あのスリットが入ってます。スリット結構たくさん今回入れてて、30センチぐらい入れてるので、まあ、中にタイツとかパンツを着てもらうイメージなんですけども、本当にまっすぐ綺麗な形でスリットまで落ちてるっていうようなイメージで着てもらえますね。で後ろも涙開きという雫型に開いたところに、また今回全部のボタンをくるみでやるというですね、ちょっとこだわったポイントなんですけども、くるみボタンでお背中止めてもらえるようになってます。で、あのここの開きも糸端、割とアームホールを大きく作るっていうのを私は普段心がけてるんですけども、これもちょっとアームホール大きめに作ってます。なのでそれこそこういうタートルニットとかの上に着てもらってもいいですし、まあ、あの春先とかだったら、下に、なんていうんですかね、タンクトップの、あの白とか見えても可愛いかなとは思ってます。でこのワンピースのこだわりポイントは、このジャケットはですね、全部ニットとブドウ柄が入って可愛いんですよね。このブドウがね、あのちょっと立体的で、あの本当に美味しそうに見えるんですけども、ワンピースは実はこれもエンブロダリーレースの、秘密なんですけども、この裾から、だいたい90センチぐらいのところで、この裏、背景になっているニット模様が終わっているんですね。これはエンブロダリーレースの機械があのシングル幅分で1回行って、ダブル幅と呼ばれるあの広い幅の生地に関しては2回目というか、1回こう終わって次から続けていくんですね。なのでこういうブドウ柄とかに関しては、そのダブル幅の分に行ってもそんなにこうズレがわからないんですけども、ニット柄のようにあのすごくつながりが大事、そのちょっとでも 0.5 センチとか1センチでもここでずれてしまったら、柄として綺麗に見えない柄に関してはそのダブル幅のところに行くのがあまりこうおすすめじゃないよねっていうお話をあの制作途中でしまして、それだったらこのシングル幅の刺繍が終わるところまでを あえてデザインにして、一度あのもうニット柄を終わらせてしまって、ブドウ柄だけの部分を作っちゃおうというですね、あの私はいつも割とそうなんですけども、まあ、インド刺繍を扱っている時もその生地でできることとか、あのまあできるできないっていうその制約の中で、あのそれをあえて生かしたデザインっていうのがあの結構好きでやることが多いんですけども、今回もそういうお話を聞いて、あそれはすごく逆に面白いしストーリーがあるなと思ってですね、ここであえてニット柄を止めるっていうのをやってみてもらいました。そうするとあの遠目に見てもらうと、ここがちょうど切り返しみたいになってると思うんですけども、あのバストのところでニット模様が始まるので、逆にすっきりと見えるようなデザインになったかななんて思っております。こちらもですね、ジャケットのこのグリーンとの生地も、でも作られますので、あのお色違いでグリーンもあるので、全然あの黒とグリーンでね、また系統が違うと思うので、これもぜひ店頭で見比べてみてもらえると嬉しいなと思っています。はい、で動画だけだと伝わりにくい細かいね、刺繍の出方とか見え方っていうのもあのぜひ見ていただけたらと思うので、オンラインストアの方でもご紹介してます。ぜひ気になる方はお早めに見ていただけたら嬉しいなと思います。
ということで、今日はですね、このブドウニット柄、ずっと挑戦したいなと思っていたニット模様をですね、刺繍で表現するっていうことと、小僧文様のこのブドウ柄をですね、表現した生地で作ったお洋服のご紹介でした。なんかちょっとレトロ可愛い雰囲気のおばあちゃんにもね似合いそうな生地が出来上がったんですけども、今のお洋服と合わせて着てもらってもすごく可愛い形になってるかなと思いますので、ぜひぜひオンラインや店頭で見ていただけたらなと思います。はい、ということで今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。